よし、よろしくお願いします。みーちゃん、いつも可愛いな、この着ぐるみ。ここは、どんなとこでしたっけ？もう忘れちゃったな。よし。みーちゃん、二日酔いで頭が痛い。それこそさっきまで話してたロキソニンをぜひ飲まないとですね。プリコが80錠持ってるらしいので。あ、そうだそうだ。池越えるとこですね。ナイスショットありがとうでーす。なあ、ふみちゃん今日は、勝ちますよ。じゃあ、わよわよ。わよわよ、ありがとうね。見た、ロキソニン効かな、あ、そうなんだ。そう、何錠飲んでも効かない人もね、いますよね。結構またこっそり見てた方、ふみちゃん。結構、ウコン購入。あ、夜のために。そうだね。ウコンってでも、なんか気の抜けた、コロナミン C の味しない。私だけかな。なんかすごいね、炭酸の抜けた、コロナミン C の味がするのよね。ああ、危ない。よかったー。危ない危ない。みさん、高くてさ。うん、合わなかった。みんな、ブラックコーヒー買いに、あー、行ってらっしゃい。気をつけてねー。結構、コーヒー糖も多いのかな。個人も、確かコーヒーにうるさいって言ってましたね。あと、ポールさんも、コーヒーお好きみたい。ねえ。ラーニング。とやっぱり芝美の味方とか見てると、さっきキメラさんが言ってたみたいに、私みたいに感覚で立ってると立ってる人と、やっぱ味方が違いますよね。メモリをこう、一個ずつちゃんと見ながら、ふっとこう決めて。みさん、ふみのもの修正うまいな。うまいうまい。ふみちゃん、皆様おはようございます。もういつもね、折り目正しいですよね、ふみちゃんね。ふみちゃん、それは入れないでね。お願いだから。それは、カップインしちゃダメよ。ふみこ、今日何時にうち来るの？ふみこ。忘年会ね。一緒に行くんだね。やめてね。やめてよ。外してよ。しやしやしやし。よしよしよしとか。ああ、危ない危ない。もうね、ふみちゃんとくりこは、パターがね、距離あっても、簡単にストーンって入れてくるので、本当に、侮れないですね。今日は負けないよ、ふみちゃん。パー3ね。OK。これは結構思いっきり打っても知れてる距離っぽいですね。
よいしょ。どうかな？どうかな？あ、来たかな？来たかな？来たかな？やったね。よし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 。見た、ふみのものとプリのもの同じ会社なんだって。プリコそうだよ。そうそうそう、そうみたいですね。今日は会社の忘年会があるそうなので、お二人で一緒に行くのかな？結構ふみふしが、今ね、一生懸命芝目を読んでるから実はふみのもの真剣、そうそう、真剣真剣ナイスショー。あー、やめてね、やめてね、せっかく98センチに寄せたんだから。あー、でもふみちゃんだと3メートル以内、あー、この芝生に入れられちゃうな。はぁー。ナイスティー。はぁー。このホール取れたと思ったのにな。よし。あれだけ寄せたら、もらったーって思ったのにな。14番ホール、パー4です。よし。ここは、あのところに切ってあるんだね。どうやろうかな。カーブで行こうかな、カーブで。今、他枠で第2の月くんがいたからまたいじめる。みんないじめられてるな。ちょっと振り子、あ、でもうまくいった。え、なんかコブが。え、ちょっとありがとうでーす。ふみちゃん急いで返信したのか。16時頃でございます、ご主人。了解はいい。ああ。私どうやって打ったんだろう。すごいうまいこと言ったな。ふみちゃん、どうかな。あ、うまいうまい、うまい。うまいなぁ。あ、うまい。あ、しかもカラーだと、アイアンが使えるからいいね。ふみさん、プリのものはご主人なのか。一応先輩と後輩みたいですね。で、ふみちゃんにゴルフを教えたのは、プリコって言ってましたね。よし。これ入れますよ、ふみちゃん。今日私は3連敗してるので、ふみちゃんには。闘志むき出しですね。よいしょ。ちょっと大きいかな。カモン。カモンカモンカモン。はい、やったやったやった、すごくなります。あ、嬉しい、ありがとうね。入ると思わなかった。やったやったやった、嬉しい嬉しい。あ、嬉しい嬉しい。あ、入った入った。あ、嬉しいな。今のはうまい。ふみさんのプリのものご主人のようにで、え、ペコ教えたけど、なんかこの間言ってたよね、もう、ふみには勝てないってなっちゃったみたいなこと言ってて。あ、もんちゃんさん、みつきでーす。かめちら、こんにちは。出勤前なので、あ、挨拶だけ、ほんとありがとうございます。ほんとさん、律儀にありがとうございます。嬉しいです。また対戦しましょうね。
ぜひぜひ。ちょっとゴルフからだいぶ離れてしまいましたね。最近は、キングダムハーツで、世界を救いに行ってる時間の方が長くなっちゃいましたね。あ、はじめましてじゃない。ナイスショット。めっちゃよろしく。違うのよ。間違えたな。すごいな。おっさんの打ち間違いにも、すごい神対応ですね。ナイスショット。ナイスショット。ああ、どうかな。でもこの距離どうなんだろう、私は。もちゃんさん、ぜひぜひリベンジさせてください。年末地獄の。ああ、そうなんですね。え、9連勤中、あ、中ってことは、いつから始まったの？年末まで？年もまたいで9連休ってことかな？体壊さないように気をつけてくださいね。打ち出し完了。うまいです。ここはね、ふみちゃん、食らいつくよ、私は。せっかくリードしてますからね。よいしょ。暑い。ただ29には、あ、そうなんですね。では、年越しがお休みなんですね。え、でもね、20日から続いてる。すごい、もう今日、すでに6連勤目ってことなんですね。体気をつけてくださいね。みさん、ただいま、あ、お帰りなさい。ブラックコーヒー買えたかな？みんなナイスイーン。みりこ、お帰り、お帰り。あ、変なところに。ちょっと待って、ここやだな。あれ？あ、もうここから打つしかない。嘘でしょ。ちょっと待って、ここから打ちたくない。ちょっと待って、これ。打ちたくない、ここか。右に向かって打つのかと思ったら、まっすぐ打つんだ。苦さ。ほんとだ、ありがとうございます。レオの出勤なの。あ、ありがとうございます。全然、秒速離脱。ありがとうございます。あと4日間ですかね。気をつけて行ってきてくださいね。また対戦しましょう。上手。いいじゃない、ちょっとありがとうね。あ、よろしくお願いしますね。大丈夫。ああ。もうコースを覚えてないと、こういうことがあるんですね。ああ、まさか自分から木の方を選んで打ちに行くとは思わなかったな。ああ。抹茶ラテさん、ミスキー、おはようございます。今日は、大会というか予選ですかね。予選が近いので、ちょっと一旦、世界を救いに行くのはお休みして、ゴルフですね、やってますね。グッドショット。良さそう。タイトルは、何だったかな？目標を予選突破、スコア上げ上げ合宿でしたかね。そんな名前だった気がするな。ナイスショットありがとうでーす。ゆっくりこちらはすー。例えば、クリスマスの衣装を買っただけで、着てなかったので、クリスマスムードが収まった頃ぐらいに、時期外れで、ひわちゃんにまた着せましょうかね。買うだけ買って着せてなかった。
ナイスイー、うまいなぁ。こういうふうにしっかり決めれるようになりたいですね、私もね。あ、ベルがちなみに予選は強豪らしいです。あ、ね、そうみたいですね。なんか激ムズを優先させちゃいましたね。そうか、スピンが甘いとか、そういう風にしてくれるのかな。なんかなんだったっけ。イーグルシティの決勝の時は、決勝の時なん、予選の時もかな。なんか私が下手っぴだからそう思うのかわかんないですけど、なんかピンがね、難しかったような気がするんですよね。ももいろさん、チャンス。結構成長は低ですか？また低なんだよね。で、決勝は成長率が高になるんでしょうね、きっとね。ジャンさん、風強いの嫌い。ね、風ね。上手い人はやっぱり風がどんだけ吹いても、あれなんでしょうね。あんまり苦にせず、やるんでしょうね。また 50% がカットラインなら、なんとかかんとか予選はクリアしたいですね。カットラインが、どれぐらいで、前回はマイナス9だったような気がしますね。8だったかな？ 8 か9でしたよね。確かね。大丈夫。はい。お邪魔じゃないショップです。これでお疲れ様。あ、みさんありがとうございます。お疲れ様です。ゆっくり休んでくださいね。ありがとうございます。あ、チャンスは成長率は全く書いてなかったですね。多分同じです。そうですよね。きっと同じルールで、5コースですかね。インペリアルまで。まあ、そうでしょうね、きっとね。で、ゴヤムーヒー。モルさん、初見です。ムキさんに、ムキさんに入れ替わって、モルさんが初見。モルさん、ウィスキー、おはようございます。第一戦目、ふみちゃんですね。対戦ありがとうございました。なんとか、初めての勝利ですね。